今回のその一連の動きを見ていると、日本のメディアが発信していること、あるいは日本国政府がこれからこうやろうとしていることを、すべてこう知った上での行動をイスラム国取ってますよね。そうです。これはね、ウェビントっていう業界用語があるんです。ウェビント。はい。はい、ウェブインテリジェンスです。ウェブインテリジェンス。はい。要するにウェブに出てくる情報を分析して、それで相手の動きを読むと、それで自分たちの発信をウェブを通じてやることによって出どころを隠してですね、それでメッセージを伝えると、だからウェビントを最大限に行使してますね。例えば11時台にどうして声明を出す、2回とも声明を出してるのかと、日本の新聞の締め切りって大体1時ですから、11時台に出すとですね、そのイスラム国のニュースを報道するんで手一杯なんですよ、はい、だからそれに対する批判的なコメントであるとか、日本政府の立場であるとか、そういったものについてあまり紙面に載らないんですね。間に合わないんです、そのギリギリの時間を選んだりですね、逆に1時過ぎにそういったものを上げても今度は夕刊回しになっちゃいますから、ですから日本の朝刊の見出しがどうなるかっていうことを計算しながらやってますね、これが24日27日の彼らのやり方で、最初の20日の動画サイトに上げた時っていうのはイスラエル滞在中であると、しかも記者会見前であると、そうするとイスラエルでの記者会見のところでテロとの戦いをすると、けしからんことだと安倍さんが言うようにするっていう形で、日本はイスラエルと同じ陣営だっていうことがテレビに映ると可視化されると、それによってほーら見てみろと、イスラム教徒たちに対してイスラエルと一緒になって日本をやってんだぞと、こういうプロパガンダで使えるっていう計算もありますね、ですから中堅国の、インテリジェンス機関ぐらいの力はあります。ヨーロッパのでプロデューサーがつきながらやってる仕事ですね、そのプロデューサー、今までのそのアルカイダも含めてですね、あまりそのプロパガンダということに対してはそんなに上手に見えなかったのは、関心がなかったんです。関心がなかった。アルカイダは別に知らせる必要ない、余計な情報提供必要ないと、自分たちの仲間内で満足してればいいと、それに対してアルカイダっていうのは劇場型犯罪ですね。劇場で世界を劇場にしてそこに巻き込んでいって、自分たちを実際よりも大きく見せると。こういうことやってるわけです。今イスラム国はですね。その通りです。その辺のそのプロパガンダ、情報戦略というものについては非常にこう重要視し始めた。そうです。日本の例えばインターネット上の投稿サイトまで見てる可能性があるっていうことも言われてますね。もちろんあります。それからですね、日本から要するにアラビア語で投稿してる人がいた場合、日本の警察は十分なチェックできませんから。はい。こういう人もいるでしょうね。はい。あるいはこの機会を利用してイスラム国に共感を持つ人、イスラム国の理解を日本の中で広げていこうというような勢力もプロパガンダをやってると、面白ければいいっていうことで記者会見とかやれば結構集まってきますからね今、それであたかもその日本政府の中東外交が偏ってるであるとか、日本政府が原因でこういったことが起きたと、とんでもないプロパガンダですよね。それ特にけしからんと思うのは、日本政府は2億ドルをエジプトに出したのがいけないんだと、刺激したと、そうじゃなくてトルコの赤十字を通じて、イスラム国の中に入れればいいと、これはもうとんでもない話ですね、人道支援、イスラム国だって一応800万人あそこに住んでるわけですね、だから食料の供給であるとか医療品の供給をやってるわけですよ、その金惜しいと思ってるわけですよ、もし赤十字を通じたものが入ってくると、そしたらその分浮くわけですよね、浮いた金で何やります、イスラム国、テロ、新たなテロですよね。だから、そのテロ資金のプールを作らせるっていう提案ですよね、それは、ですから人道っていう言葉だから、この人人道的なことを言ってるっていうことは思わない方がいいですね、逆に日本政府が、人道目的だから理解してもらうっていうことをいろいろ言ってるっていうのも僕はあんまり良くないと思うんですよ、っていうのはどうしてかというと、一方にいたアメリカが無人飛行機などを飛ばしてテロリスト除去作戦をやってると、しかしどうしてもそれ誤爆がつきものっていうか、テロリストは一般の領民の中に隠れて、領民を住民を盾にしますからね、どうしてもその凶悪なテロリストを除去するってことになると周辺の犠牲者出るわけですよ。それだから逃げていきなさい皆さんと、逃げてきてもちゃんと生活できる場所ありますよっていうのが難民支援なんですよね、それのお金を出すということはイスラム国の側から見るとうちの国民を外に出してると、人いなくなったら国成り立たないですから、うん、イスラム国から見れば敵対行為ですよね、うん、ですから人道支援を周辺国に対して行っているということを強調しても、うん、全然イスラム国も理解しないし、うん、合理的に考える人は理解しないですよね、うん、ですからこのイスラム国を封じ込めるっていうこの戦いには日本も入ってるわけなんですよ。しかしイスラム国の目的が日本国家と日本国民を選別してなくしちゃってイスラムカリフ帝国の中で最終的に入れるってことですからね、うん、我々も生き残んないとなんないから、うん、それはこの戦いをやらざるを得ないんですよね、うんうん、その戦いの中でこれ先々週佐藤勝さんがおっしゃっていたっていうのは、まあ、日本国内においてのその不満っていうのはいっぱいある中で曖昧模倣とした不安とか不満ってありますよね、はい、日本はそれほど豊かな国じゃないと思いつつもでも比較すれば比較的豊かな国かもしれない。でも俺はどうなんだ私はどうなんだということで言うと社会的に格差を感じている人たちをなるべくそういう感情というものを思い起こさせるというかこういうふうな気持ちにならないような雰囲気作りっていうんですか空気作りっていうのは大変なことだと思うんですけどでもそれが遠回りのように見えても急がば回れなのかな。その通りです。急がば回れでそれやらないといけないと、はい、だから私は最近そのテレビドラマとか映画での闇金牛島くんをすごく丁寧に見てるんですけども、うん、闇金牛島くんの世界っていうのはまさにそういう中だって行き場のない不満、うん、俺はビッグになるんだと、うん、そういうような気持ちで思ってるんだけど現実とのギャップの中で、うん、それで最終的なとんでもない借金を背負ってと、うん、それで暴発する人間っていうのは何人も出てくるわけですよね、うんうん、でもああいう人たちに人生はね元大学の先生が面白く生きて面白く死んだらいいんだよと、うん、もう君行き場がない就職もないと、うん、借金も背負ったと、うん、もう一回人生やり直すと面白くやれる場所あるよと殉教するかもしれないけどね行ってみるってイスラム国っていうところなんだと、うんこういうようなことをやって送り出していたらこれは日本人テロリストだと今後出てきますからね、うん、ですから社会のその辺を構造的に変えていくっていうことと、うん、このイスラームのテロリストの送り出しをやるような、うん、そういう日本の中の勢力に対しては、うん、世論の厳しい目を向けていく必要あると思うんです、うん、面白おかしくですねマスコミで扱っていてこんなのもあっていいんじゃないかっていうふうになったらこれ大変、うん、それと同時にイスラム国の狙いは日本でイスラム国を支持している勢力っていうのが中途半端と思ってるんですよ、うん、口先だけだと我々と同じくらい決起しろと、うん、なぜ自爆テロとかやらないんだと立てこもりとか、うん、それを応援しろと、うん、もしそういうことだったら日本は支援から手を引くかもしれないとそれが一番の応援だと、うん、こういうような発想ですよね。ですからオーストラリアでもテロ起きたし、うん、フランスでも起きたしベルギーでも起きたしこういうようなことをどんどん全世界に波及させていこうっていうのは彼らの意図なんですよ。ですからこの勢力はやはり解体しないといけないと思うんです、うん、今後考えられる3つシナリオあるんですね。1番目、イスラム国が勝利して我々もそこの中に入る、うん、その時は我々もアラビア語喋るし、うん、それで日本国もなくなるし日本民族もなくなるんです。それ最悪ですね、はい、ただ幸い悲願の力関係でそれはできないでしょう、うん、近未来、うん、2番目イスラム国がなくなる、うん、3番目イスラム国が旧ソ連みたくなるんです、うん、最初のうちは全世界にイスラム革命やろうとしてるんだけども、うん、それ無理だからアラビアではすごい強い勢力になるんだけども国連にも入らない、うん、ただいつも殺しをやってるわけじゃないと、うん、いつも誘拐や拉致やってるわけじゃないと、うん、それで大使みたいなのも送って貿易も少しは始めると、うん、ところがチャンスがあるなと思ったらテロ、うん、拉致そういったことをする中で自分たちの目的を続けていくと、要するにソ連っていうのはずっとそういうダブルスタンダードだったわけじゃないですか、うん、革命の輸出をしようとすると、うん、こういうイスラム国っていうのはソ連化しちゃっていわばその地球のガンみたいな形でですね、うん、アラビア半島にできちゃうと。そうするとソ連でも80年ぐらいかかったわけですから解体するのに、うん、これ1000年かかるかもしれませんよ。ソ連っていうのはイデオロギーでできた国だから比較的弱かったけどバックに宗教があるから、うん、ですからこれ併存なんてことはできないんでとにかくこのイスラム国の動きっていうのは解体しないといけないと僕は思ってるんですけどね、はい、来週の2月第1週にも佐藤勝さんにはご登場いただきますけど、1週間があります。その1週間で、願わくば後藤健二さんの解放、いい方向に一歩でも二歩でも進んでいればと思うんですが、佐藤さんまた来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。作家の佐藤勝さんでした。